式守さんだよね。どういうことだ、猫崎。カップルナンバーってあるでしょ。神谷と交換してほしいんだってさ。好きな人と神谷さんが同じ番号だったので。そういうことならどうぞ。いいんですか。ほら言ったじゃん。ありがとうございます。今日はありがとう、神谷さん。たくさん話せて嬉しかったよ。あ、じゃあね。それにしても素直でいい子そうだった。私とは全く違う。こんな心早く捨ててしまわないと。神谷さん、これを返しに来たんです。ずるいかと思って。これはもらってはいけないものだからです。そうですよね、神谷さん。どうして、どうして。多分気づいたのは私だけだと思うんですけど、さっきの素振りで私の好きな人を好きになってくれる人に悪い人はいないと思うから。式守さん。はい。やっぱりそれはいらないよ。でも。そんなに心配しなくても大丈夫だよ。本人に伝える気なんてさらさらないし、困らせるつもりはなかったんだ。ごめんね。ごめん。すぐに捨てられなくてごめん。もう二度と近づかないよ。